こんにちは、ヒロです。今回は HTML の基礎中の基礎である HTML タグについて説明したいと思います。今回の動画は特に HTML タグに触れたことがない方や、そもそも HTML タグって何という方、意味はわからないけど使用しているといった方向けにお話ししていくので、ぜひ最後まで見ていただけたらと思います。まずタグとは何なのかっていう話をしますが、 HTML は基本的にこのタグを組み合わせて書いていきます。ここに表示されているのは P タグというものです。 P はパラグラフの略で、文章の段落を表すものになります。このタグの種類がたくさんあって、用途によって使い分けていくといったイメージです。タグの種類は100種類以上あるので、すぐに全て覚えるのは難しいと思いますし、全て使うといったこともないと思うので、まずは基本的なタグやよく使う主要なタグをまずは覚えていただけたらと思います。まずは基本のタグ6つを紹介します。上から順にヘッダータグ、フッタータグ、メインタグです。ウェブサイトでは一般的にヘッダーとフッターと呼ばれる、主にサイト内のメニューやお問い合わせ、ナビゲーションなどを全ページ共通で配置する場所がページの上下にあることが多いです。そのヘッダーとフッターの要素はそれぞれヘッダータグとフッタータグの中に書いていきます。文字だけだと少しイメージしづらいと思うんですが、後で実際の画面で説明するので、どういった要素が入ってくるのかという点だけ知っておいていただけたらと思います。次にメインタグですが、これはページの主な内容を入れるタグです。ちなみにこのヘッダー、フッター、メインタグは一つのドキュメントの中にそれぞれ一つずつしか書いてはいけないタグなので注意してください。次に説明する4つのタグは複数設置が可能なタグです。 H1 から H6 タグ、これは見出しを意味するタグで、大見出しは H1、中見出しは H2 といった形で使用します。先ほども出てきた P タグは文章やテキストを書くのに使用します。 A タグは他のタグとは違って機能を持ったタグで、クリックすると指定したページに遷移させるという機能を持っています。 IMG タグは画像を表示するのに使用するタグです。では実際の画面で見ていきましょう。まずはボディタグの中にページのコンテンツを書いていきます。上から順にヘッダータグ、メインタグ、フッタータグを書いていきます。基本的には開始タグと終了タグの間にコンテンツを書いていきます。ここに例を書いておきますが、開始タグと終了タグを交互に書くことはできないので注意してください。タグは基本的に開始タグと閉じタグセットになっていますが、単体で使用するタグもあります。その例として BR タグがあります。 BR タグは文章の開業をするために使います。こんな感じで BR タグを入れた場所で開業することが可能です。次に A タグを使って別ページに遷移させてみます。 A タグの開始タグの中に href という記述をして遷移先を指定します。A タグで作成したものをクリックすると指定したページへ遷移することができます。次に img タグです。 img タグはソース属性に対して画像のパスを指定します。パスというのは簡単に言ったらファイルの場所のことです。このような感じで指定した画像が表示されます。最後に少しだけ CSS を書いてみます。テキストに対しては色を変えたりフォントサイズを変えたりすることができます。画像サイズの変更などができて、 HTML 側で書いたものを CSS で変化させるというのが基本的な流れです。今回はかなり簡単な内容でしたが、 HTML の基本はこのタグの組み合わせによって構成されています。実際はもっといろんな種類のタグを使ったり、 CSS で複雑な指定をすることによってよくあるウェブサイトやウェブサービスのような見た目にすることができます。他にも HTML、CSS の動画やデザインについての動画もアップしていくので、他の動画もチェックしていただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。